もう基礎を携帯置いてるから、ちょっとかもしれないけど、あ、待って、でも1分だから、あと1分、とりあえず一応始めよう。スタンバっとく。お、今5人嬉しい、ありがとうめっちゃ手振るやつ、ありがとうございます。あがと、あがと、あがど、あがと、あがどこだダンス、あがどこだダンスやばい、あと3人やばい、緊張した。あと30秒で始まる。さっき寒いかな、うん、ね、こんにちは、セブンさん、ありがとうございます。セブンイレブン機内にはまだありません。今からね、来るって言ってるけど、来るかもね。あ、じゃあオープニング動画やるか。 OK、 9秒前、ほいはい、こんにちは。こんにちは。ミキという会の仲間たち、始まりました。皆さん、はい、ゴーしました？ゴーしました。ゴーしましたか？ゴーとはポケモン GO のことでございますね。私たちもね、さっきね、見つけましたね、ポケモン私の手から生み出されたポケモンやりましたよね、小さい頃。なんかさ、指をさ、うん、いっぱい折ってからさ、なんかキツネかハブか知らんけど、そんなやつ、うん、あ、やたかもしれない。やったかもしれない。ということで、皆さんね、また、うん、FM ギノワンで、うん、こっちもモンスター的なね、なんか、やりすぎ、なんか変な番組だから、うんうん、もしよかったら皆さん聞いて、ゲットしてください。ゲットしてください。私たちもリスナーをゲットするために頑張ります。うまいこと言えば。いえ、ということで、はいはい、ミキという会の仲間たち、今日も始まります。はい、やってきました、ミキという会の仲間たちのお時間で す。お久しぶりです。久しぶりです。1週間ぶり。そうね、先週はミキが途中からいなくなるというそうですねすごいもう不安だったんだからね。そう、アニベンチャーっていう、うん、あの沖縄のヒューマンアカデミーっていう学校に通ってるこの子たちがやってるライブイベントに行ってきたんですよ。おお、すごかった。すごかった。そう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 、なんか、うん、みんなこの何、ね、うん、そう、歌ったり踊ったり、うん、でも表現することを見せる場、うん、そうそうそう。それで私も来週、あ、今週ライブがあるんですけど、それの偵察っていうか、はい、あ、どんな感じでトークの回し方とか。私も一般なんでね、一般なんでね、一般人なんでねその学ばないとね、出てる人から学ぼうみたいな感じで学んできました。はあ、ああ、私が帰った後のラジオどんな感じでしたか？うん、ですね、もうすごい不安だったんですね。はい、だけど、うん、ミキはね、コメントで参加してくれてたんだけど。そう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 。そうそう、マスオさんが、この番組の次にね、やってるマスオさんが、うん、入ろうかって言ってくれて、ありがたい、来てください、来てくださいって言ってありがたい。そう、3人でおしゃべりしたんです。めっちゃ盛り上がってたね。ありがとうございました。楽しかった。うん、いいないいないいないいだろう、インチキだろう。まあ、お互い楽しかったってことですね。そうですね、今日も楽しんでいきましょう。はい、ということで、番組説明しますか。はい、この番組の紹介をしていきたいと思います。はい、この番組ではメッセージを募集しております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。はい、また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。はい、皆さんのコメントたくさんたくさんお待ちしてますし本当に待ってますよ。待ってますよ。うん、今日はね、はい、テーマが2つあるんですよ。はい、1個目は、はい、夢って言って、夢、将来の夢でもいいですし、うん、眠って昨日どの夢見たとかそういうのでも、うんうん、何でもよろしいでございます。はい、でもう1個は、はい、デートって何ですかっていう定義をおしゃべりしようぜっていうね。そうですね、なんで皆さんどんなことからことからっていうか、どんなところからデートって呼べますか、デートの定義、うん、それを教えてください。お願いします、ね、コメントしたり、はい、メールをくれたりしてほしいな、うん、真宙からのお願いお願いですお願いします、お願いします。ほいほい。
ということで、うん、オープニングナンバーに参りたいと思います。今日のオープニングナンバーはまひろセレクトです、はい、そうです。昨日さ、はい、テレビでドリームズカムトゥルーさんの嬉しい楽しい大好きっていう番組やってたんだけど、それ見た？見てはいない。見ました。見た。それを見ててから、うん、うわめっちゃいいじゃんと思って、そうなんか番組を昔やってたのかな、うん、詳しくわかんないんだけど、うん、まあ、それのオープニングテーマだったのかな、なんかそんな感じだったらしくて、うわめっちゃいい曲、楽しい、イエーイってなったのでそれを流したいと思います。はい、ではドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日です。どうぞ。ツイキャス3名の方ありがとうございます。今は決戦は金曜日というドリームズカムトゥルーさんの曲を流しております。決戦は金曜日、なんでしょう、セブンさん。ピカチュウ。あ、そういうことか。なるほど、理解しました。ピカピカ。好きなポケモンでもいいですよ、つぶえて。ミキは不思議そう。不思議そう？不思議そう、はて。不思議そう？不思議そうって言ったっけ？不思議だねじゃなくて。不思議だねだ。まあ一応植物とか一緒か。もうそんなこと言って。ポケモンね、うん、初期しかかも、ゲームボーイの頃が全盛だったから、自分の中ではゲームボーイって言うかも。ゲームボーイはこれ、これあーこれ、あん時やったことない、ミキ。嘘、うん、しかも白黒も持ってたから、おーカラーじゃなくて、ミダチの時代も白黒ある。白黒、お、ポケモン GO の話ですかって、浮き彫りベンダさん GO、 ポケモン GO というか、ポケモンの話してますポケモン GO はまだやってないからね。うん、そうそうそう、さっきミキが、インストールしてて、Google アカウント必要なのかよっていうね、そう、そういうことを話してました。アカウント好きなポケモンは何ですか皆さんさっきミキが不思議種のこと不思議そうって言ってたんだけど、不思議そうって待って、不思議種のことを思って不思議そうって言った、こういう背中に、そう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 、不思議そうっているでもなんか聞いたことあるような気がするんだけど、それは何だろう、わかんない。ポケモンか、なんかレアな、なんかポケモンとかで、うん、ミュウとかミュウツーとか、そんなあったよね。ポケモントレーナーになりました。木彫りベンタさんはやってるってことですね。じゃあそうですね、今ドリカムを、あ、不思議だねの進化したやつね、ですねって、イエーイ、いるんだ、わかんない、全然出てこないんだけどでも植物ってことは当たってるよそれは当たってるよ決戦は金曜日を流しておりますほんまじ？長いね。最高。ポケモン GO! We are fighting reverser。 あ、これ流したいね。ナルトじゃね？でも GO! って言ったでしょ、これ題名。そういうことあ、なんて、なんだったっけ？ GO! ってさ、GO! かな、 GO! 英語がわからない。 GO! じゃない？ GO! その曲でしょ？うん、うん、でも、あ、流したいね。あ
ザッキーさんいるよ。あー あ待って、もうちょっとで終わる。すいません、入った方がいいですか？あ、全然どっちでもいいです。あの、何か仕事があれば全然大丈夫です。やっとけん仕事ないんですけど。ああ、じゃあ入りましょう一緒に、はい、ちょっと待ってください。これだけ CM まで領収書って言ってました。 OK OK、 ありがとうございます。よし、ザッキーさんもゲストに入ってください。お願いします。むしろミーキーに渡した方がいい。あ、了解。そうだそうだ、でもポケモン GO の話じゃないからできるわ。あー、そうだね。なんでも、なんでもミーキーが好きなの流して。あれにしよう、あの、最初に出てくるモンスターを5体ぐらい無視して歩き回るとピカチュウが 出ます。誰でも出るんだ、ピカチュウって。なんか、あれがあるんだね。そう。あ、どうぞ。あ、はい、すいません、忘れてました。ということで、ミクというか仲間たち始めていきたいと思います。はい、最初は、はい、今日のガールズトークでございますが、はい、ガールズトークのテーマは夢。夢です。気づかないうちにかかってるじゃん、ドリームズカムトゥルーって。ん、夢、夢。おお狙ってました。狙ってない狙ってないよ、すごい。そう、あ、そっか、さっきかけた曲がドリームズカムトゥルーの決戦は金曜日って曲だったんですけど、そう、知らぬ間に。おお、ガールズトークのテーマにかかってたってことですね。すごいね、いつの間に。あ、言わなければかっこよかったのになんで自分で言っちゃったの。なんでなんで。ああ、言いたくないじゃん、そういうのはね。夢なんです。そう、ね、今日のテーマは夢です。夢って言ったら、うん、まあ、自分の将来の夢でもいいですし、あと、あのね、眠ってからね、そう、眠った時に見る夢の話、何でも教えてください、うん、何でもいいですよ。じゃあまず夢の話からするか。うん、そうよ。夢の話からするよ。なんか夢、なんか今日見た夢何、まひろ。あ、眠って、うん、夢、多分今日見てないんだな。お、見てない、見てない。ミキ見た、ミキ見た。今日は、うん、なんか水を買いに行く夢、外国の水にするか日本の水にするかっていうので迷ってて、うん、でも外国の水はなんかペットボトルが可愛くて、あ、これから使いやすそうだねみたいな話してでもなんかやっぱり日本の水の方が軟水で美味しいんじゃんっていうのを何回もリアルだ、ね、そう、夢の中でもそんなリアルな話。昨日暑かったじゃないですか、で昨日めっちゃ喉乾いてたんですよ、うん、ずっとなんか喉乾いたなってしょっちゅう思ってて、うん、それが多分夢の中に影響したのかなって。そういうことよくあるよね、うん、現実世界で気にちょっとだけ気にかかったこととか夢に出てくるよね。そう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 、出てくる。よくある、よくある。じゃあザッキーさんはどうです、今日何の夢見ました。今日ですか、はい。夢見ました。そうですね、なんか、うん、串カツ屋さんで、おこう串カツ屋さん生ビールを飲みながら、おお、やっぱ喉乾いてますね。一緒だ、みんな水分欲してるんだ。そうなの、串カツ屋さん、まだ串カツの夢見たことないな。いい。自分もないかもしれない。ない。あー、うん、いいね。なんかじゃあいつも見る夢みたいな、うん、なんか結構よく見るやつ、そう、同じ夢見るよっていう夢あったら教えてください。ありますか、よく見る夢。よくなんか見た、この夢前も見たなみたいな。なんかその時はさ、うん、思ってるんだけどさ、うん、忘れる。あー、何回か見たのはあるんだけど、夢の中で覚えとこうとか思わん？ないかも。でも夢の中でこれは夢だって言ったことあるよ、うん、それない。、はい、あります、ダッキーさん。あります、あります。なんかあれ夢だみたいな、うん、雰囲気がぶち壊し、怖い夢とか。すごい。いや、もうなんか怖い夢で、うん、起きよう起きようみたいな、こう、そんな時って夢の中で起きれます？いや、もう起きてなんか怪我され、うん、怪我させられてた場合は触れます、うん、そこにまず、あ、なんかもし夢の中でなんかブシって切られましたみたいな、うん、なった時に自分でフッて触ったらなんか、あ、夢じゃないとか分かります？いや、夢じゃなかったらやばいですよ。いや、
いやそれじゃ夢だったんですあ夢だったいや何それ何ですか夢じゃないじゃん普通に怪我してるじゃん違う違うなんか何なんか夢の中でも、うん、なんかなんで分かる夢と現実が分からないくなるあごちゃになってそう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 なんかないミキが何言ってるか分からないなんかさっきな私とザッキーさんが、うん、あの喉が多分乾いてるだろう夢じゃないですか水分をねはいそれをなんかさっき今夢検索で調べたんですけど夢占い的なやつあそうですそうですじゃあなんか吉夢だそうですん吉いい夢ってことうんいい夢だったら喉が乾く夢は精神的な餓死感を抱いてることを暗示しています餓死、はい、よくないんじゃないですか餓死ってえだからそうした餓死感がやがて満たされるでしょうあなたが特に強く求めてくれてもそれを満たしてくれるような状況が訪れたり助けとなったりしてなってくれる人が現れる可能性があります、はあ、自分の願いはすでに満たされたとイメージすることで、うん、幸運が到来しやすくなりますへでも今日の夢だ今日側に転がったら、うん、何らかの餓死感に悩まされているようですあなたにないものを求める気持ちが強くそれにとらわれているのかもしれませんなお喉が乾く夢は、うん、実際に喉に不快な症状が出ている場合に見ることもありますもし喉の調子が長期にわたって悪いようなら、うん、医療機関などに相談ガチなやつじゃないかえでもほら、ね、ミッキー今日喉が乾いてなかったそっか当たってるじゃんじゃあ昨日濃いめのなんか梅酒を飲んでたんですよ、うん、そしたら喉が痛くなって今ほらそれ夢出たんじゃないそうやってじゃあすごいすごいすごいねすごいねあじゃあザッキーさんもなんかいやいたって気づいたじゃあ満たされてる側だねじゃあそうだねそういうの何餓死って何わかんない餓死感って書いて本当に餓死って書いてあったの書いてる書いてる本当かミッキーのことだからなちょっと待って餓死ってもうほらなんか、うん、栄養が行き届かなくて死ぬっていう餓死しかさ出てこないのそういう餓死だった多分ガシって呼んだよミキはこれあ木が木が木が植えてるってことあ一緒ですねもうそうでもそれはガシ読めなくなるやつだった一応あ違う読みますよかったえよかったくはないよあじゃあ待って、うん、じゃあ次の項目に行けます、うん 夢の中でいつも自分がやってしまう行動とか、うん夢の中の私はこうだよっていうやつとかってありますか？いつもこういう状況になっちゃうんだよねとかでもいいですし、いつもこれはやっちゃうとか。ない。ない？今度もいつも違う。前もこんなってやったなって感じの記憶はないけど。ありますよ。何すんのじゃ。私は前結構いつも言ってるんですけど、うん、あの走る時とか逃げる夢があるんですよ、うん、それはまああるかもしれない、うん、いつもよく見る夢はもうガチのゴジラ恐竜みたいなやつに追いかけられるっていう夢でなんか街を壊されていくんです本当に、うん、いつもなんか可愛い感じじゃなくてもリアルなごつい黒いやつが追いかけてきたりとかして、うんそうマンションとかのなんか塀とかよじ登ったりとかみんなでして逃げるんですけど、うん、その時になんか走る時に普通に走れないんですよおなんかみんながよく走っても夢の中ではなんか遅いみたいな言うじゃないですかあもうすぐ追いつかれちゃうみたいな、うん、そうでもなくて一応走そうじゃない、うん、めっちゃ走れるんですよ自分全然遅くなったりとかしないんですけど、うんうん、なんか一歩踏み出したらポイーンって高く飛ぶんですよ。ウィーンってヒューってなんかゆっくり、うん、なんか怪我しないっていうのにウィーンって降りてって降りて、うんうん、ただ一個どんなにゆっくり踏み出しても、うん、なんかジャンプしてしまうんですよ。なんかこの高く飛び跳ねてしまうみたいな。だからなんか普通に走ったらこの縦に支柱飛んでなんか効率が悪くてすぐ時に追いつかれるんですよね。あだからいつも夢の中で走るときは。うんちょっと斜めに蹴り踏み蹴るどういうこと斜めにうん真上にやったらすぐ飛んじゃうからこうなって普通にこうなってかけっこみたいに走ってたら、うん、もう上に集中飛んでもう何、うんうん、ずっと同じとこで更新してるみたいななんかあ進まないんだ前にそうだから、うんうん、踏み込
込むときは足を斜めに、なんか前に蹴り出す感じもこける寸前みたいな感じで蹴り出したら斜めにジャンプするんで、なんとなく分かったよ。分かった分かった。斜めに、だから本当に角度はいつも走る角度じゃない感じで、もう本当になんか前にダイブするイメージで足を踏み込んで蹴り出したら、うん、斜めに前にシューンって飛んで、あシューンみたいな感じで飛んで、ね、え、毎回夢ではそうなっちゃうの？飛んじゃう、そこで飛んじゃう、飛んじゃう。そう、結構が多分自分の体とか見えないじゃないですか。あー、夢の中で、うんうん、でもなんかシチュービロン、ビルの上から飛んだりとかするんですよ、よく。ああ。なんか結構スパイダーマン的な感じでいつも暮らしてるんだろうなって自分で思う、夢の中で。そう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 。やっぱ夢って、うん、自分の姿見えないよね。見えない見えないよね。うん。自分の姿が見える人いるのかな。それ幽体離脱じゃん。大丈夫。なんていうのかな。なんていうの、自分が動いてるのも。うんうん、を後からなんか目で追ってるみたいな、なんか、あー、なんかこのドキュメンタリーみたいな、ドキュメンタリーみたいな、ゲームみたいな感じよ。あー、ゲームか。そう、プレイヤーがこういて、ずっとなんかこうやって追ってるじゃん、うん、なんだろう、カメラで追われてるみたいな感じじゃん。みんなそうなの？じゃない、でも自分で走ってる景色とか、自分、あー、自分で動いてる、目玉で見てるのが夢の中みたいな。そう、そっか。ザッキーさんはどうです？そうですね、やっぱ普通にこの見てる感じですね。そうなのかな、みんなそうなのかな、みんなそうかな、ちょっとそう思って疑問だったんだ。気になるね、うん、人によって違うのか分からん。そうかもしれない。あー、夢面白いね。面白いね、夢。あー、いや、いつも追いかけられるんだよね。追いかけられたら超怖い、やばいよ、中で、うん、いや、そう、結構やばい、集中殺されるし殺されるの？殺される。殺されたらどうするの、夢の中どうなんの？じゃ殺されるって言って、殺されてるので、起きるので違う夢に行く。あー、あー、なるほどね。確かに、なんか結構周りにいる人たちがバカなんですよ、みんな。なんか殺されそうなのに、夢の中の話ね。そう死んだふりしないんですよ。だからみんな早く死んだふりしろとか言って、みんなでもなんかどうしようどうしようって言って、みんな先に殺されてバイバイみたいな夢の中のミッキーの方がまともそうだな。そう、結構ね結構まとも、みんなやられちゃうんだね、すぐすぐやられる。そっか、いつも最後に。夢って確かにすぐ場面も変わるよね、うん、本当に、うん、そうだね。でもいつもパッて起きたら、この夢の覚えてることとかを夢検索する、よく。ああ、いいね。そうそう、いい。そっか、なんか夢をすぐメモる人とかいるよね、うん、あー、夢の音、夢日記か、うんうんうん、やってみたい。何になるんだろうそれって。精神状態把握みたいな。ああ、そっか、夢占いでね結果出るぐらいだからねそっかそっか、そうそうそう、なるほどなるほど楽しいね、夢楽しい。じゃあ今度は、うん、将来的な夢とかそっち系の夢の話にしよう。あー、やろ。ミッキーはさっき宣伝動画で、うん、ハーゲンダッツをいっぱい食べたいみたいなこと言ってたね。そう、昨日ハーゲンダッツ食べたんですよ。初めてじゃないけど。何味ですか、ちなみに。ラムレーズン。ラムレーズンめっちゃ好きなんですよ、自分。ラムレーズン。何味が好きですか、アイス。アイス？うん。さっぱり系がいいな、最近は。レモン？レモン、そうだ、レモンとか。レモン？ザッキーさんは？最近毎週アイスなんだって。そうですね、前もしましたね、先週も。そう、ジャイアントコーンって。あ、ジャイアントコーンか。あ、じゃあこってり系か。甘い系か。美味しいよね。あー、でもね、美味しい。そう。そうだね。じゃあもうその夢はいいの？いいかな。いい？もう、叶った？叶ったかな。叶ったかな。そう。あ、将来の夢何がいいです。よくなんか何がいいです。あ、なんかよく面接で就活生なんですけど、うん、私たちみんな、うん、そう、面接でよくなんか将来どんな人になってたいですかって聞かれるんですけど、うん、なんて言うんですか。二人はどうですか。私は、うん、なんか人から、うんうん、必要とされる人になりたい。ほう、っていう。っていう。自分結構人からさ、わーすごい、あ、すごいはいらんけど、なんかいらんけどそう、追われる人になりたい。そう、小さい頃に、うん、なんか小学校の頃に、うん、いつもなんか不思議に思ってて実験したことがあったんですよ。
なんだいそれは。なんか夏休み、あの休み時間になったら、ある特定の子の机の周りにみんな集まるじゃないですか。うん、ああはいはいはい、うん、あるねあるね、うん、あれじゃないですか。私もこの特定の子の机にいつもカンコーンって終わったら、うん、カンコーンって終わったら、そう終わったら、うん、そこその子の机の周りにいて遊ぶみたいな、うん、でもその子がリーダーってわけでもないんですよ。ああでもその子の時にところに無意識に集まってしまうっていう状況が生まれてて、うん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 、なんで私の周りには集まらないのかって考えた時に、うん、じゃあ机から動かない子と思って、ああはいはい、そうだね、その集まるこの何、うん、主人公じゃないけど、主体の子は座ってるもんね、座ってても集まってくるもんね、うん、はいはいはい、あの子がずっと座ってるからみんな行ってるのか、はいはいはい、よしじゃあ私も座っとこうと思って、うん、やってみた、カーコーンって終わって、はいはいはい、なんかふん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 みたいな、筆箱とかゆっくり片付けて、うん、でももうみんなあっちに集まり出しててなんでだーとか思って、うん、ずっとなんでなんでと思って、でもなんか友達がいつもミキも来るのに来ないから、うん、ああ、うん、そうだね、ミキなんとかなんとか遊ぼうみたいな感じで来て、そりゃそうなるわ、ちょっと集まってくれたんですけど、またすぐその子のとこに行くんですよ。それがなんでとか思って、いやその子の話が特別面白いわけでもないんですようん、なるほどね、普通その子はあんまり喋らない、うん、あそうなんだ、うんとか言う、あはい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 、はい、でなんでこの子の机の周りに集まるんだっていうのをずっと永遠に考えてたっていうか、あこの子の机の立地、立地っていうのなんか場所がすごい集まりやすい場所なのかなみたいないいのかなとか思って、じゃあ今度この子の机のところに座りたいなとか思ったりとかしてうん、うん、いろいろ研究したんですけど、まあ分からんですよ、分からない、結果は出なかった、そうですね、はあ。考えたことなかった、そう、でもなんかよくいるじゃないですか、なんかそんなに超面白いとかではないのに、なんかその子の周りに人がたくさん集まってるみたいな、はあ、そういう状況を作れる人になりたい、多分落ち着くんでしょうね、その人の周り、でも自分もそうでしたもん、うん、その子のとこに行って座ることが落ち着く、落ち着いてたのかな、まあ実感はないけど、うんうんうん、そういうのを安いっていうか、そう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 、そういうのがなったんだろうね、感じてやばい、その人になりたい、うん、この集まられる側の、そうなんかそんなに期待はされてないけど一緒にいて楽しいみたいな、期待はされてないけど、他になんか面白いことをバンバン発言してる人だったら、うん、面白いから言ってるんでしょって思うさ、うんそうね、うん、面白いことを求めてるんでしょみたいな、うんうん、でもその子はそんなに面白いわけではなかったっていうか、いつも聞き役で、うん、うん、そうなんだみたいな言ってた子なのに、人がいっぱい集まるってことは面白さを求めてるわけではないさ、うんうんうん、落ち着く空間を提供してあげてるんでしょあっちが、そうその子すごいねすごいさ、うん、そんな子になりたいんですって言うけど、なかなか伝わらないよね、あんま難しいねそれはね、説明するのはね決して心に闇かから言ってるわけではないです今のそう、そういうなんか人が自然に集まってくれる人になりたい、はなるほど、何か魅力があるんですよ ね、まあ、ねなんかあるんだろうね、多分それはね、うん、聞き上手とかですかね、話を聞き、聞き上手、聞き上手、そうかもしれないね、聞き上手ってどっから聞き上手なの夢から離れるよ、そんなこと離れる、もうすごい離れちゃうよ、難しいさ、確かにね、なんかよくさ、なんか恋愛コラムとかでも LINE とか流れてくるけど、聞き上手の女性がモテますみたいな、あで聞き上手ってどっからなのみたいな、そんな話聞かん人いるみたいな思ったっていう、あ逆に聞かない人いるのみたいな、うん、そう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 、あれじゃない、自分の話ばっかりするってことじゃない、そういう人は、あなんだろう、なんかそのもう一人の相手が喋ってても、うん、でもさーみたいな、あでもさ自分なんとかそう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 、あーそうなんじゃないかかも、わかんない、さっきさ本当ですそれ、やっぱ人の話自分の話聞いてくれる人が、あ可愛いなとか思いますいや俺はそうではないですね、なんか逆に俺はこうぶつけ合いたい感じ、あ討論派ですね、はい、討論派なんかあんまりずっと聞かれてばっかりいると、うん、本当にこの人聞いてるのかなって、あちょっとね、あ、はい、思っちゃいます、いやミキもそう、うん、なんか優しすぎる男の人は嫌、おなんか話言うときはちゃんと言ってほしい、うんうん、そうなんか全部うんうんうんとか、なんなんだこいつはって思ってしまったなんなんだこいつ、あでも自分の友達も言ってた、なんか LINE で、うん、なんかこれこんなこんなどうって言ったら、うん、いいよってしか返ってこないって言ってたから、なんだよいいよってみたいなそう意見求めてんのにね、そう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 って言ってたから、そっか、何の話してた分からなくなったね、分からなくなった、とりあえず夢の話だったね、求められる人になりたい、あそうかそうそう、なるほど、うん、夢か夢な、あ何になりたいですか夢、
何になりたい、なりたいっていうか、もともとなりたかった夢は、あ、昔とか、ちっちゃい頃とか、うん、あー、でもあれだな、何やっぱイラストレーターとか、そう、漫画家とか、うまかったもんね、まひろ。いや今もうまいけどさ、いや最近見てないから、いや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 、めっちゃうまいし、でもさ、うん、多分ね、姉ちゃんとかが好きだったんだよ、書くのが。そしたら、なんかおのずと自分もなんか落書きとかし始めて、あ、一番うまかったのは小学校の頃だわ、うん、小学校あ、でもいやいやいや、なんかうまいイメージある、あんま、いやいや、でも好きだったから、好きな、そう、だから高校もデザイン科の高校行ったのよ。行ってたね。行ったんだけどさ、俺はそういう工業な、工業、工業な、うん、そうそうそう、行ったんだけど、うん、やっぱ周りとの差が すごかった。あ、うん、好きな人はそう、ね、ずっと書いてるんだよ、本当に、すごっ、ずっと書いてる、そうそうそう、だし、やっぱいろんな漫画とかも読んでるし、うん、あ、勉強ね、知らず知らずに勉強みたいな、そう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 、好きだからやるじゃない、うん、そういうのは、そっか、自分なんて全然じゃん、あ、もうそこで諦めちゃった、諦めたというよりかは、うん、うん、いいかなみたいな、あ、もう いかなみたいな、まあ、やるのは楽しかったから、うん、授業とかは楽しかったけどね、あ、そうそう、漫画家になりたかったとか、そうそう、イラストレーターとかになりたかった、うん、私の友達もめっちゃ絵が上手い人がいて、うんうん、漫画家になるって言ってたんですけど、なんか小学校2年ぐらいの時にやっぱりやめたみたいな、小学校2年生で、うん、おう、なんでやめたのって言ったら、お母さんに漫画家になったら手が腐れるよって言われた書きすぎて手が圧迫されて腐れて、なんか切断しないといけなくなるみたいな言われたみたいな、お母さん多分漫画家は安定しない職って分かってるから、でもさ、小学校2年生の時にさそんなこと言うんだね、そう、もう早いうちから現実をみたいな感じだったのかな、じゃあ、そうだったかな、めっちゃやめたとか言ってた、おー、その時も自分も小学2年生だから、おー、そうなのかみたいな、腐れが腐れるのかあんまり字書かない方がいいねって言ってから、あ、じゃあ勉強もしない方がいいんじゃないじゃあ遊ぼうって書いて、みんなで遊んでます自分のいいように解釈してってそうそうそう、勉強もしなくていいやみたいなね、そうそう、やってたな。ザッキーさんはどうですか、ちっちゃい頃、これですか、はい、なりたかった夢とか。そうですね、うん、元旦マラソンっていうのがあったんですけど、元旦マラソン、はい、自分の町に、うん、ああ、うん、でもなんかその町町長さんが、うん、市と合併しちゃって、うん、元旦マラソンなくなったんですよ。あらあら。で小4の俺は、うん、俺が町長になって元旦マラソンを復活させるんだとは思ってました。なるほど、そういう願望。町長になりたかった。町長町になって元旦マラソンを復活するぞと現実的すごい小学校4年生で思えることじゃないね。すごいね。すごい。わー、なるほど。でもまあ後々別に町長じゃなくても元旦マラソンは復活できるとそうだ、ね、あ、じゃあまだあれです、やることできるんですね今。そうですね。あ、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いしますどういうことそれでもだってもうあれじゃないですか、みんな社会人になるじゃないですか、うん、来年には、うん、じゃあ元旦マラソンを、うん、復活させてください。そうだね、来年からもう決められてる来年からすごい現実的だね。楽しいね。楽しいそうね、面白いわ。はぁ、面白い。みんな夢、ね、夢濃いな、みんな濃いな。どうかね、ツイキャスの皆さんとか。ツイキャスはもうポケモン GO で止まってますね。そう、ポケモンな、あんま詳しくないんだよね。私もだ。ポケモン GO ってさ、うん、さっき登録しようと思ったんだけど、うん、うん、Google でしか登録できないわけよね。だからね。から中国人はできないわけよ。かわいそうに。そうか。そう、中国人 Google 使えないから、なんか情報漏れたらダメみたいな。でなんか他の方法があるんじゃない、もしかして。あ、でももう違法な方法は多分いっぱい出てると思うんで、あ、できると思いますね。そっか、はあ、楽しいのかな。楽しいんじゃない。でも中ピカチュウがこんな早めに出てきて良い良い主人公でしょこれ。うん、主人公。うん、でもなんか、うん、やっぱツイッターとか見てても、うん、ピカチュウ、ゲット、ピカチュウゲット的な感じ だったから、やばい、レア感が。そっか、ポケモンか、うん、もう30分過ぎて、あ、早いね。ということで、うん、じゃあ次はオープニングじゃなくて
はい、はい、何ですか、曲に行きますか。次のコーナーが、うん、だデートの定義を言うやつなんですけどね、はい、それにちなんだ曲を流していきたいと思います。はい、平井堅でそれでもしたい。耳が熱い、この熱いね。 Google アカウント忘れた。ここにいるかやりたかったんだけど、なんかでもいないところにはいないみたいだね。本当に、うん、なんかよ、なんかさ、田舎の人と都会の人が、うん、なんていうの、いっぱいいるところにはなんかさ、地図上になんかいっぱいこう、なんか、うん、あ、あれか、あれじゃん、Google のなんかこのマップに載ってないところにはいない、必然的にいない。なんか本当地図と同じ道を進むんですよ。そう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 、 Google マップの。あ、やってます。あ、やってます。おー、やってます。待って、ここにいます今。何がいます。あ、触るとかめんどくさいんだよ。お、先輩が聞いてくれてる。田代先輩聞いてますか。あ、聞いたことあるのね。あかねえのお兄ちゃん。あ、せいだ、わかんない。続きあかねえよ。あ、わかるよ。ありがとう。あ、でもラジオから聞いてるのか。これは聞こえないな、じゃあ。そう、先週も先々週ぐらいも聞いてくれてからさ。うん、嬉しい。ポケモン GO か。あんまり楽しさが分かんなかった。そうなんだ。そんなに。そこまでハマらない。はい。どうするんですかこれ。難しい。ゲットして、はい、その後はどうするんですか。いや、なんか戦うとかもできるらしいですよ。ポケモン、なんかトレーナーセンターみたいな。じゃあやっぱり戦えるんだ。集めるだけじゃね。うん。もうだけだもんね。ポケモン GO か。こんなに早く来ると思わんかった。来週ぐらいかなと思って、うん、やられたぜ。いや、何がやられたの。なんか夏休みに合わせたんだろうね、多分。あ、でもそうだね。やるな、手が。やるな、手がすごいな。あと1分24秒ね。今日はツイキャスコメントがあんまり少ないですね。お少ない。でも一人見ていただいてありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。でもなんかさ、普通のさ世界にこんなって現れるさ、絵がさ可愛すぎてなんか日常不安は。あーね、もっとリアルなやつが出てくるかと思った。逆にどんなのよ。リアルななんかキャラクター、それぐらいがちょうどいいんじゃない。そうだよ。なんかこれ合成感が半端ないさ。食にどんなのを食べてるの。てかなんか本当のリアルな、なんかだからサトシたちもこんなキャラクターじゃん。うん、ありがとうございます、うん、そう、サトシたちもキャラクターじゃん、うんうん、だからこのキャラが合ってるじゃん、うん、ミドちゃんも人間だから、で人間に合わせたなんかこのリアルな感じ なんか質感のポケモンが出てきてほしい。ピカチュウとかもだからもっと可愛い感じじゃない。え、どういうこと、可愛い感じ。十分可愛いんじゃないですか。可愛い感じじゃなくてこれキャラクターみたいな、うん、動物感、獣感がある。その方が面白い。誰がやるそんなの。その方が面白いと思う。そう、原作と違う方がいい。なんかだってこれ合成っぽいじゃん。こんなって言って、あ、ここに出そうと思ってすぐできそう。はい、20秒前です。はい、あ、いやー、そのままでいいと思うけど。かわいすぎる、想像ができないわ。殺し、
みんなで討論のお時間です。そんなお時間だったんだ。作りました今。ね、作ったよね。はい。ということでここからはみんなで討論していこうというコーナーです。今日の2個目のテーマですね。はい。今日のテーマはデートの定義です。です。最近ね、なんか先輩たちと喋ってた時に、うん、なんか男女が2人で遊ぶことはデートっていう人と、うんうん、いや友達同士だったらそうでもないよっていう人が2人分かれたんですよね、うん、それについて皆さんの意見はどうなのかっていうことをまあ喋っていって、最後にどうなのかな、どういう答えになるかっていうのを考えていきます、うん、なんか結論をちょっと出しますかここで、はい、出しましょう、ね、ということで、まずもう男女2人っきりが遊びに行くことはデートに入ると思う人は手挙げろ、手挙げろ、あーない、どうです、待って、考える隙を与えて。そうですね。いないって。ちょっと3秒ぐらいでもいいから。じゃあマギロどう思う、うん、ちょっとね、さっきもちょっと話してたけど、うん、自分はもう2人で遊んだ時点でデートっぽいなって思ったんだけど、うん、やっぱ違うかも。でも男友達と2人で遊ぶっていうパターンもあるかもしれないから、デートっては言わないかな、2人で遊んだだけではね、って思った。普通の友達同士だ、そうだよね、うん、ザッキーさんはどうですか。でもあれじゃないですか、やっぱりもう告白してカップルになって遊んだらもうデートですけど、うんうん、あ、そっか、その前は、その前は特に遊んでる、2人っきりで遊びに行ってもです。はい、ですよね、やっぱり。そっか、やっぱ私たちの世代はそうなのかな。世代の問題の、なにどういう人がそう言ってたの。一個上の人が言ってた。世代だよ。そう、一個上の先輩はみんな、うん、いやいや、二人で遊びに行くことは好意がないと行かないから、なもうデートに入るみたいな言ってたわけ。でもいやいや、そうしたらいっぱい私デートしてきましたよってなるわけ。あ、普通に遊びに行くことってたくさんあるじゃん、ね、友達とかと、うんうん、そう、ある、よくあるの、男の人と2人で、ありますよ、だってあれさ、なん、そう、最近就活で友達になった人とかでも、うん、その人が東京にいて、あ、じゃあ私東京行きますって言ったら、うん、あ、じゃあ案内しますとか、あ、じゃあツイッターとかに行くとか書いたら、あ、案内するよとかみんな言ってくれて、あ、なるほどね、案内してもらったりとかしますし、知らん、だから結構ツイッターとかの知らない人とでも、うん、まあ一応友達になって顔が知ってればいい人と、そうだったら遊びに行くっていうか、ご飯食べたりとかに行ったりしますし、自分、へー、今時だね。いや今時だね。でも趣味があった、一回あれもありました、お笑いとかも、うん、内地のお笑い見に行きたいみたいな言った時に、うんうんうん、なんかこの、あ、この近々お笑いあるよみたいな、あ、その時東京行く、あ、じゃあチケット取っといて、うん、一緒に行こう、行きました。あ、それは男の人は、女の人ですけど、そうそうそう、そういう、就活で知り合った人とかとも、うん、ツイッターでまたつながって会話して、じゃあ次東京行くときやってねとか言ったりとかもするし、そういうとかもあるし、うん、先輩にドライブとか一緒に誘われたときとかも行くし、は、結構ありますよ、そういう状況って。なんかそんなにパッとは確かにデートって感じではない、うん、そうで、まれに誘われたら勘違いしてデートって思うかもしれないですね。まれ、うんうん、あ、まれって、そうだね、うん、たまに、たまにとか何回かってこと、えた、うん、まれ、まれって言葉、なんかいつも誘わない人が誘ってきたらみたいな、うんうん、あ、それはちょっとドキッとするな。そっか、うん、確かに、そうだね。あ、でも分からん。でも多分さ、ミキーはさ、全然、なんか自分の、うん、好きな人以外はみんな友達みたいな感じだから、あ、でも友達ってなるよね。だからもう何もデートとは思ってなさそう。でもさ、最近さ、もう本当にさ、うん、なんか人見知りとかこじらしてってさ思うんだけどさ、何回、うん、もう好きな人ってわからんわけよ。うん、だから恋愛こじらしてるんだけど今、うん、好きな人って何って思うわけ。人はいっぱい好きな人はいるわけ、みき、友達だから、うん、はい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 、でそっから特別な感情に行く基準がわからん。え、それはもう自分人間としてみんな好きだ、だってミキもマヒロも好きだし、ザッキーさんも好きだし、うん、ここにいるみんな、うん、関わってる人は好きだわけよ、うん、それが恋に行くのがもう最近わからん。
やばい。それはでもミキが分からなかったら自分がミキあの人が好きなんじゃないか。私はマジで分からんわけだから、マジで最近結婚できるか不安でもこのままはもう結婚できないのかなとか思ってしまう。怖い怖い。それない、だってまだ21歳だぞ、うん、やばいよ、頑張ろう。やばくないよ、やばくない、やばくない、やばくない。そっか、だからね、いろんな人とね、うん、遊びに行くようにしてるけど。おお、うん、もうそれも楽しいわけよさ、わけよさ。そう、いろんな人と関わったら楽しいわけ。まあね、そうよね、うん、楽しい楽しい。そうデートね、デート。でも自分はさ、うん、あんまり男友達がいなくて。でミキもいない、あんまり。本当かな、いない。違う、先輩とかしかいない。先輩とかは友達じゃない、先輩さ。うん、そっか、友達じゃないってかわいそう。そうそう、あんまり、そう、年上でも年下でも全然いないから、うん、うん、そうな、うん、デートっていうあれが ないな。やっぱ付き合ってからデートだよね。そう、うん、じゃないとさ、確実に言えるのはそうだと思う、うん、だよね、うん、だってデートの定義が、あ、定義っていうか、なんかデートの価値が下がるよね、うん、そしたらデートの価値が下がる。なんか付き合ってもいないのに、うん、デートデートって言ってたら、うんうん、デートの価値が下がる。なんだろう、特別じゃない。ああ、なるほどね。そう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 。でも、うん、いやもうさっきも言ったけどさ、ちょっとだけ、うん、ほら、女友達と2人で遊びに行くことも勝手にデートって言うから。ああ、言うね。そうそうそう、言うじゃんね。遊びでっていうか、なんかそういう、うん、ふうに言うから、めっちゃ価値下げてるじゃん、ね、じゃあ。それを俺ちょっと言ってた。難しい。そう、でもやっぱ確実なのはもうね、うん、付き合ってる人たちの2人で遊んでるのはデートだよね。デートだね。うん、うん、そういうことでした。うそういうことそうね、そうだね。でも、うん、片方がデートって思ってるパターンもあるんじゃない。ああ、なんかそれ辛いね。辛いやつ。あ、辛い思い出あります。教えてください。気になるんですか。ありますか。いや、ないですね。おお、じゃあ全部成功してきたんだ。ふそう、なんかね、うん、ありそうじゃん。こっちは、うん、なんかデートだぞみたいな感じで、うん、好きだから誘ってんだぞって思いつつ、うん、相手は別にオッケーみたいな、友達としてオッケーみたいな感じでなんか言ってるパターンとか、うん、まあ、漫画とかでありますよね。あるあるある。そうそう、だからそういうのもあるんじゃないかなって思うけどね。そうだね。そうそう、ちょっとね、楽しもう。どうした。楽しもうさ。楽しもう。難しい、うん、本当に。うん、まあそんな、まあね、どうでもいいんじゃないかね。そうだね、うん、まあ、人との関わり、コミュニケーション、うん、そうそう、デートは外来語だから。デートは外来語。デートってね、外来語じゃん。どういう意味なのかな。デート、デート、デ、デート、デート、なんだろう、調べてみて。デート、じゃあウィキペディアでいい。あ、いいよいいよ。ウィキペディア、あれあれあれだった。はい、ウィキペディアによると、デートは信頼関係にある、うん、もしくは信頼関係に進みつつある2人が連れ立って外出し、うん、一定の時間を有効目的で行動を共にすること。ってことは信頼関係にあるってよ。あ、じゃあ一緒にも行ってるってことは信頼関係があるってことだから、うん、まあ友達でもいいっていうこと。あ、そういうことだろうね、じゃあね。ああ、じゃあそんな重く見んなよって言ってるわけね。これは、でもこれ見たらなんかそれっぽいんだけどね。あー、じゃあ誰とでもデートだ。お互いのことをより深く知ることで交際を深めることができる、うん、って書いてある。あー、難しい、うん、なんだろうね。でも、なんだろう、むずい。あ、でもあのさ、もうさ、むずいからさ、話変わりきる。変えるんかい。あ、でもちょっと待って、一回、はい、愛情を確認することを主目的とするって書いてあるってことは、やっぱり、あ、あ、じゃあやっぱ付き合わんといけないのか、ね、好き同士ってことかもしれない。愛情を確認しちゃう、付き合ってるとは書いてないからね。そうだね、そうだね。難しいね。でも確認できる、一緒に遊びに行って。確かに確かにできんけど、どうやってわかるのかなって感じになる、ね、そう、なんか、うん、難しい、恋はむずいな。そうだね、そう、難しいわ。うん、デートじゃあ行きたい、うん、行きます、行きます。一番行きたいところどこですか、はい、てか行きたいところどこです、うん、デート、うん、うん、
そっか、なんか何が一番したいですか、デートに行くなら。うーん、ミキは映画行きたいです。映画なんで。だって2人、あ、なんかそれも、まあ、一応喋りたいけど、うん、ずっと一緒に喋ったらちょっと疲れるさ。だから疲れるか、デートの、あ、映画見て感想とかもあって、うん、あとご飯食べに行って帰るがいい。はあ。し、でも毎回映画には行、うん、かないじゃん。どうする。まあまあまあ、そういうそれもあるさ。ね、そうよ。それもあるさ。結構ご飯食べる時とか、うん、向かい合うのが恥ずかしいから。なんか言ってたよね。そう、あんまり向かい合いたくない。緊張する。だからご飯とか食べる時もカウンター席だと嬉しいし。へえ。緊張しないもん。なんかさ、顔がさ輝いてるさ、やっぱかっこいい。なんか好きな人とかって輝くさ。おお。そう、それに、うんうん、なんか友達とかも思うけど、うん、なんかミキあんま人見知りだわけ、うん、なんか自分がなんか人の前に行ったら人見知りっていうか自分のランクが一番ガンって下がって、もうみんなが輝いて見えるわけ、ミキの中では。その時に友達とかと目あんま合わせられない子とかは目がキラキラ輝いて、なんか目からビームが出てるわけよ。ミキは見えるわけ、それが。だからさ、あんまり目が見えなくて、なんか、うん、あってすぐ飛ばしちゃうんだけど、うん、そんな感じでかっこいい、自分が好きな人さ、うんうん、付き合ってる人って、うん、その時もかっこいくて、もうなんかかっこいいっていうか、なんか目が輝いて、なんか見えて、なんか自分が恥ずかしい、見られてる。そう、こんな自分の顔を見て恥ずかしいみたいな思って、だから、うん、あんま見ないし、だからなんかご飯食べてるとことかも見られるのが恥ずい、特にラーメンが恥ずかしい。そう、ラーメン恥ずい。ご飯食べること恥ずかしいな、うん、見られてんのとか思ったことないです。あるの。なんかもう、もうこんなさ、もうなんかやばとか思えて恥ずかしいなと思って。だいもう思ってないよ。そう、だからあんまり、じゃあご飯はあんまり、だから食べるならスプーンで食べれるやつがミキ食べたい。あー、すぐすくって口に運んで。そう、お箸があんまりうまくないわけよ。下手そう。そう、苦手だわけ。そして、うん、お箸苦手で、さらに好きな人が目の前にいたら、うん、ポロポロポロってしてるはずね。そう、ミキ、高校の時ボトボトミキーって言われてた。しっちゅう落とすから。やばいね、それはやばい。だから、うん、そうだね、あんまり向かい合う感じのじゃなくて、うんうん、なんか映画も2人で同じとこ見てるさ。あ、ミキドライブとか全然好きだわけ。ドライブだってみんな一定の方向しか向いてないし、行ける。あ、そこが違うんだよね、私と。だってドライブって言ってもサイドブレーキの壁があるし、大丈夫ださ。だから知らない人と言っても大丈夫だし。ああ。ずっとこんなって言ってるし。そっちの方が一番緊張するけど、隣に座ってる方が。え、でも隣だから。え、隣だから。大丈夫。それになんか話が続かんくなっても、なんか適当に流れてくるふん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 とか言ったら話が持つわけよ。そうか。どうです、ドライブ。いや、ドライブはいいっすけど。はい。できれば、そう、なんかそれぞれが好きな曲を持ってくるみたいな。あ、あ、そういいね。さすがラジオ局のスタッフだね。セレクトみたいな。セレクト、セレクト。あ、いいね、それいい。いいね、確かに。うん、いいね。たまにいるんですよ、なんかこの曲いいぜとか、うん、言って全然興味ないけど、あ、誰が歌ってるんですかとか聞くの。興味知ってる風な感じで。そう。いや、なんか本当に話がつくかんかったら、うん、え、この曲誰が歌ってるんですか、一回メモってもいいですかって言って、おスマホちょっと見るみたいな。すごいいろんな技を持ってますな。そう、やばいな、性格悪い。いや、性格は悪くないよ、それは。そう、いやいやいや、なるほどね。楽しいね、ドライブは。確かにね。でもさ、沖縄ってやっぱドライブ多いじゃ ん。そうだね、うんうん、みんなさ海に連れてかれたがるじゃん。海に連れてた手がある。でもさ、うん、海ばっかし行くじゃん、みんな連れて行くところが、沖縄は、うん、海さ、どこ連れて行ってもさ全部黒にしか見えんからなってミキは思うわけ。黒黒じゃない。だってさ、あっちの海を連れて行くぜみたいな、うん、で、こっちの海を連れて行くぜみたいな、うん、じゃあ、わかるよ、一応場所は違うけどさ、うん、ま、色は一緒だわけよ、全部黒で。どこの海も一緒だろうって。あ、だから、あ、すごい綺麗とか言ってるけど、うん、いや、何も夜は見えないし、黒だし。夜は行かないわけさ。あ、そうなんだ。行くかもしれないけど、うん、この綺麗だねとか言うのはやっぱ 昼とかでしょ。そう、そうだよね。夕方とかよ、そういうことよ。でもなんかドライブの海だったら夜が多いじゃん、よく。あ、
そうなの？あ、多くないです。ザッキーさん、あの沖縄に来てドライブ夜の海とか連れてったこととかあります？星見に行きました。あ、星好き。ヘド岬まで。わあ、すごい。待って、そういう考えいいよ。そう、空にした方がいいと思う。ちょっと空海ばっかし連れていくか。みんなもう海黒くて何も見えないから綺麗とか言えないわけよ、夜はね。だからなんか、あ、イカスミみたいだねって一回コメントしたけど、はうーんって言われた。そりゃそうなるわ。そりゃそうなるわよ。ということで、あと2分ということになって、もう終わりが。結局じゃあデートの定義は何でしょうか。わ、自分たちの中ではどうなったのかな。これ人それぞれですね。考え方違いですね。人それぞれ。恥ずかしい思いはしないでくださいね。自分的、わーデートだみたいなやって、うん、鳩で恥かくみたいなのはやめましょう。ということでコーナー終わりました。エンディングに参りたいと思います。はい、はい、あと今日は明日私ライブに出ます。花チョップカフェっていうところで歌うので、うん、もしよかったら来てください。どこにあるの？那覇？那覇？花チョップカフェ、場所は分かんない。何時から？は何時からかな。7時から7時から、うん、7時からもう始まるの？始まります。じゃあ6時半ぐらい会場は。はいはい、来てください。お願いします。もしチケットはたくさん余っているので。好評発売中とか言ってくるんです。お願いします。ということで、うん、あと今日は、はい、寺子祭りと茶壇ではシーポーと、うん、祭りが2個。夏だね。あー、さすがデートするやついっぱいいるんだろ。楽しめよ。楽しめ。デートいいな。はい、インチキということで、はい、今日お届けしたのはミキとマヒロと山崎でした。ということで、じゃあバイバイ。バイバイ。